어떻게든 버틴다고 버티고 있었는데 지금 이제 기름값까지 또 인건비가 오고 다 올려놓고 또 기름값까지 올린다고 하면 저희 입장에서는 어쩔 수 없이 뭐 가격 인상을 할 수밖에 없는 부분이 되는 거죠. 제가 한 달에 한두 번 정도 치킨을 시켜 먹는데 이제 식용유 값 인상으로 인해 치킨 값이 더 올라가면 이제 이렇게 가끔 친구들 만나는 날 이외 아니면 특별한 날 외에는 잘 안 먹을 것 같아요. 業者さんにも頑張ってもらってたんですけど、さすがに今回はちょっと上げなくちゃ無理かなっていう状況に陥ってますんで、まあ1割から 10% から 15% ぐらいは上げる品物が出てくると思います。経済制裁の影響で一部ロシアの銀行のスイフトの決済網の排除、それから一部船会社の、によるロシアの港の発着の新規船便の受付停止によって物流に混乱が起きています。それによってそばの実の入荷に遅延が起きています。世界の生産量の半分をロシアが作っております。今後ロシアのそばが輸入できなくなってしまいましたら、中国生産量第2位の中国へ需要がシフトしていきます。